1対1の強さってやつを。馬狼じゃなくても俺がこいつを1対1でかわせば勝負は五分になる。くそ、しぶといな。俺のドリブルじゃナルハヤもかわせないのか。だったらパスか。凪の星から絶妙なコースに。いや、俺にそんなパスを出すテクニックはない。ナルハヤがパスコースをケアしてるし、中途半端なパスじゃ馬狼にまた奪われる。やべえ、どうする。出せ潔、何でもいい、俺に空いてるスペースに出せ。どこ蹴ってんだ下手くそ。そんなゴミパスじゃ俺はかわせねえぞ。知ってるよキング。そんなことより思いついた。あ？あんたの倒し方、向かい合って止まってからじゃ馬狼の突進とプレスはかわせない。勝負は背中を追わせたまま。だってあの時もそうだった。直感でやってたプレーたちが俺の中で意味を持つ。再現可能な方程式に変わる。特別なパスなんかいらないんだ。俺はファーストタッチでボールに命を吹き込める。ほら俺のリズム、奪ってみろキング。俺はフィールドの神様だ。凪、お前はどれだけの速さで進化するんだ。